本日はご来場いただきありがとうございます。ただいまより児童科 A クラス迷いの森の不思議な館を上演いたします。最後までごゆっくりご覧ください。間違いじゃないだろうな。間違いないよ。病院に入院したみたいな服着てた。入院着。耳が遠いのかな。ごめんください。なんか気持ち悪いうちね。わけが出そう。やめろそういうこと言うの。ケン君相変わらず怖がりね。怖くなんかねえよ。人んち勝手に入ったらよくないじゃん。だからさ、戻ろう。おい、どうすんだよ。外は大雨だぞ。せっかく雨宿りできるところを見つけたのに。そうよ、気たすむやめよ。それだけちょっとだけさせてもらおう。ちょっとヘイタ、やめなさいよ。勝手にうろうろしないの。すみません、勝手に入っちゃって。燃えらがちで誰も返事もなかったんで。すぐ出て行きます。でもカナちゃん、僕たちがここにいて声もかけたのに何の反応もないし。
考え事でもしてた。この家ホーンテッドマンションじゃないだろうな。なんだそれ。知らないの？999人の幽霊がいて1000人目の仲間を欲しがってるんだよ。僕1000人目になってなりたくない。ディズニーランドのホーンテッドマンションの話でしょ。怖かったけど面白かった。あかねも行ったんだ。私めて楽しかったね。また行きたいな。じゃあアドムスファミリーの屋敷、魔女の一家が住んでて、さっきの中ウェンズデーだ。またわけわかんないこと言い出した。それは映画の話でしょ。でもなんか変だよ。良くないことが起きそうだから戻ろうよ。大丈夫、心配ないよ。今度向こうが戻ってきた時、事情説明したら分かってくれるよ。外は雨なのよ。道も分からないし。せっかく楽しいキャンプだったのに最後にケチがついたな。早く止まないかな、この雨。お、こんにちは。ごめんなさい、勝手に入っちゃって。少しの間、甘いドリをさせてもらおうと思って。あ、玄関で声かけたんですけど、返事がなかったもんで、つい。すみません。2階で寝てたものですから、気がつかなくて。じゃあ、私たちはこれで。行こう。あ、いいんですよ。この雨も時期に止むでしょうし、それまでゆっくり休んでいってください。でも…そうですか。じゃあ、言葉に甘えて。えいた。私は優子です。体の調子が悪いし、今は他に誰もいないので、何のお構いもできませんが。え、他に誰もいないんですか？さっきおばあさん来たんですけど。おばあさん？白髪で入院着を着た高齢の女性です。そう、母は白髪じゃないし、仕事からまだ帰ってくる時間でもないし。じゃあさっきそこの階段を登っていった女の子は？女の子？妹です。多分学校から帰ってきたんでしょう。あなた方は小学生ですよね。5年生です。じゃあ私より一つ下ね。私は学校に行っていないけど。あ、どうぞ楽にしてください。はい。皆さんはどこから来たんですか？東京からです。学校のキャンプ合宿があって、その帰りなんです。ここの奥にあるオロチの里キャンプ場ですね。はい、それがこの森ではぐれちゃって。そうですか。この森は道に迷う人が多いんです。なぜか分かりませんが。お姉ちゃん。え、また？うん。今日はどんな人？大丈夫よ、みんな東京の小学生だって。5年生。レイコが一つ上ね。レイコ、悪いけど紅茶を。あ、熱いし麦茶の方がいいよね。7人分お願い。うん。妹さんの通ってる小学校ってどこにあるんです？この山のふもとです。分校だけど。ふもとってここから近いんですか？はい、歩いて降りて行っても30分くらいで行けます。遠い。その道を教えてもらえばこの森から出られるよ。人間を食べるわけじゃないじゃん。そもそも
け猫かも。あの姉妹は妖怪猫娘だ。あんた想像でくれたかね。感心するわ。おい、何なんだよあいつら。てか誰だよあいつ。二組の子たちを知らなかったの。二組、なんで二組のやつらが俺たちの一緒にさまよってるんだよ。そういえばそうね。なぜかしら。バスは一緒だったよ。ああそうだ、俺たちの後ろに乗ってた。憎みのやつら、先生の席から離れてるかって調子に乗って騒ぎやがって、うるさくて眠れなかった。そういえば隣に乗った王子がいないな。どこ行っちゃったんだ。ちょっと待って。うわ、なんだよ、びっくりするじゃないか。私たち帰りのバスに乗ってたよね。ああバスに乗ってたのに、なんでいつの間にか森の中をさまよってたの。いおり、覚えてる。いや全然。ごめんの覚えてない。確かにやっぱり変よ、この森もこの家も。いただきます。しました。そんなに急いでもいいことないですよ。え、どういうことです。急ぐと何か悪いことがあるんですか。あ、いえ、そういう意味では。じゃあ何。皆さんにもう少しこちらにいてほしいから。おい、昨夜のインストラクターのお兄さんの声の話覚えてるだろ。何。この地方の伝説、雨が降ると迷いの森が現れて、そこに入ってしまった人間はもう二度と戻れないって話。ここはその森だっていうの。そうだよ。あの雨も変だった。あんだけ降られたのに服が濡れなかった。俺たちを引き止めて何かしようと企んでるんだ。そうなんだろ。お前ら一体何者なんだ。私たちはただ何なのよこれ。お願い、私たち帰りたいの。帰らせて、お願い。どうしたの。崖崩れの話だけど、バスが巻き込まれて乗っていたキャンプ帰りの小学生たちが何人か死んだらしいの。きっとあの子らよ。そう、どうしてこの家には死んだ人がやってくるのかな。きっとここはあっち行く通り道なのよ。人は死ぬと自分が死んだことに気がつかないまま、あっち行くまでの一瞬ああやってさまようのね。お姉ちゃんってすごいよね。何が。死んだ人に会えるんだもん。私にもお姉ちゃんみたいな能力あるのかな。ええ、レイコにももうじきその日が来る。
うちはそういう家系らしいから。怖くない？大丈夫。